ボーイング747ボーイング747から8ボーイング747から 8B747 から 8I ボーイング747か,から8は、ボーイングの B747 シリーズの旅客機であり、B747 から400の後継機、また B747 シリーズの最終モデルである。 試験飛行中のボーイング747から8回旅客型の747から 8IC 型インターコンチネンタルと貨物型の747から8回型フレーターがある。形式発表前は747アドバンストの名で計画されていた。2009年初頭頃に貨物型がまず出荷されて2010年2月に初飛行に成功し、 この後引き渡しが開始される予定である。2010年頃に旅客型が引き渡しが開始される予定であったが、2008年11月にスケジュールの関係で引き渡しが遅れることが発表された。貨物型は2009年から2010年第3四半期、旅客型は2010年から2011年第2四半期にずれ込むとしている。貨物型の受注が先行し、 ボーイング747ファミリーと歴代のボーイング社のフリートで唯一旅客型より貨物型が先行して出荷されることになった形式である。2014年10月27日、ルフトハンザドイツ航空の機体が羽田フランクフルト船に投入され、これが旅客型の日本初就航となった。ボーイング本社はこの機種は七十七や八十七などの 他機種より販売業績が貫維しくないため2019年から2020年までにこの機種の製造中止をする可能性が高いとした2017年7月30日 B747 から 8i の最後の引き渡しが大韓航空へ行われた機体記号は HL7644 この HL7644 が最後に 製造された B747 シリーズの旅客機となった。2019年11月現在、B747 から8回は UPS 航空へ残り13機、ボルガドニエプル航空へ残り4機納入予定。しかしながら2021年1月、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で航空貨物需要が高まっていることで、2020年7月の 生産終了表明後初めて、アトラスエアから貨物型4機の受注を得ることとなった。この受注により、最終生産はこの4機になる見込みである。1989年から、エアバスインダストリーは747を上回る、超大型機かの構想を持っていたが、ボーイングはこれに対抗して1991年に、ボーイング747から400の胴体を、 延長した747ストレッチ、総2階建ての747ダブルッキ全く心臓であるニューラージエアプレインの3つの構想を発表した。エアバスを構成する、普通ドク西の4企業は、かとは別にボーイングに共同開発を持ちかけ、5社は1993年1月に VLCT 構想を発表したが、ライバル同士の意見はまとまらず、 エアバスは1994年6月に、カオ A3XX として開発すると発表して、VLCT 共同開発は中止となった。ボーイングは A3XX に対し、1994年に、既存の747から400をベースに、エンジン出力の増強、主翼、ランディングギアの強化を施し、 機体を6メートル延長した530席の747から 500X、18メートル延長した600席の747から 600X の計画を発表した。航空会社への調査で747ユーザーのほとんどが747の大型化を望んでいる。結果から777に続いて日本に共同開発を提案し、 航空各社に既存機の改良であることの信頼性を武器に強気に構成をかけた。航空各社の要望に思惑が入り乱れて困惑したボーイングは、1997年1月にマイナス 500X、500 600X 計画を凍結し、当面のつなぎとして747から400型の機体を延長して60から80隻ほど増設して、 航続距離を 14000km に延長した747から 400LR 計画を発表した。エアバスと AA3XX に対する強烈なネガティブキャンペーンも実施したが AA3XX は新技術が多数採用されている一方で747の発表から30年以上経過しているマイナス 400LR は既存技術の流用がある事で 500X、500 600X よりも一層半端な設計思想であり、評判はがんばしくなく、受注が得られなかった。2000年1月に、ボーイングは新たな構想として3段階の 747X 計画を発表した。第1段階は、エンジン出力を増強し、主翼を補強して、後続距離を伸ばした747から 400X。 第2段階は 400X を全体的に大型化して後続距離を伸ばした 747X。第3段階は 747X の機体を延長した 747X ストレッチ型で747から400に比して全長が10メートル、翼腹が5メートル拡大される。第3段階までのプログラムを AA3XX 納入開始である2006年より1年、早め既存期の改良であることから開発費の低減が可能で新規設計の AA3XX よりも低価格となることを強みとした。この計画でエアバスが A3XX 開発を断念すると判断していた。エアバスは日本に A3XX の開発費10%負担を 打診していたが、ボーイングの首脳は、訪日を重ねて、747X の日本、担当比率がボーイング777の21%以上になるであろう、胸を伝えた。2000年12月に、エアバスは、最高経営委員会で、AA3XX の計画実行を決定し、AA380 と名付けて、開発に踏み切った。 A380 が完成すれば、747X の陳ンプッカは火を見るより明らかであった。ボーイングは500機、エアバスは1200機と予測する超大型機市場では、需要が見込めないとして、2001年3月29日に、ボーイングは 747X の開発延期を発表した。ついで高うアオン中型旅客機。 ソニッククルーザー計画を決定したが、同年9月に発生したアメリカ同時多発テロによる航空需要の落ち込みと燃料価格の高騰により打ち切られ、効率性を重視した中型機、ボーイング787の開発計画へ移行した。ボーイング747から8ボーイングは、最新の市場調査の結果大型機の需要が今後もかなり見込めるだろうと判断し、 また新技術を投入した中型機787の開発で得られた技術的成果を流用すれば開発費を圧縮できるとの思惑もあったことから747のストレッチに再び意欲を示しこのストレッチ構想に対して2005年にローンチカスタマーを得たことから747から8の製造を決定した幾多の変遷を繰り返し 一時は計画中しかとも考えられた 747X であったが航空会社や利用者がアメリカ同時テロ事件の痛手から回復するのに意外と時間がかからなかったこと、そしてエアバスが A380 の開発を開始し多くの受注を得られていたことなどが 747X 計画の実現につながった。 その後も超大型機の分野では100機以上の発注を獲得し、夢の総2階建て旅客機として、世界中の航空会社が導入した A380 に対して、旅客型に関しては押され気味であるものの、B747 から8は貨物使用機を中心に地道な営業活動を展開し、それなりの発注機数を獲得している。日本国内の航空会社では、 貨物大手 NCA が主力機材 B747 から400の更新用として確定発注し2013年頃から B747 から8回新造機を受領して国際貨物路線にて定期路線に投入している。B747 から400型機の後継型であり最新型ジャンボジェットとなる B747 から 8IC は 旅客型が、ルフトハンザ航空や中国国際航空、大韓航空の3社で運航されているほか、次期アメリカ合衆国大統領専用機、エアフォースワン機材として選定された。2009年に、フレーター、2011年にインターコンチネンタルが、ロールアウトしたものの、航空会社からの受注の勢いは、かつての747.747から400に、比べて、影を潜めていた。 クレーターは未だ若干の需要はあるものの、インターコンチネンタルは787や777などの燃費の良い走発機の受注がある時になり、これらの機種で747の路線を置き換えることも可能なため、発注の航空会社は数えるほどとなった。そのような状況を踏まえて、ボーイング社は2016年9月より月産0.5機で、 年間6機のペースの減産体制に入ることを予定し、新規受注が得られなければ、生産を終了するとの可能性を示唆した。2017年7月30日、B747 から 8i の大艦航空への引き渡しが行われた。機体記号は HL7644。この HL7644 を最後に、インターコンチネンタルの受注は途絶えている。 2022年の生産終了まで新規受注がなければ旅客型の B747 はこの HL7644 で最後となる見込みである。2019年11月現在、B747 から8回は UPS 航空へ残り13機、ボルガドニエプル航空へ残り4機納入予定。2010年代に生産そして引き渡しが開始されたが、 クレーターは、ある程度の受注が得られたものの、インターコンチネンタルは、同社の B777、B787 をはじめとした、総発機の大型化、そして高性能化により、世界の航空会社では48機よりも総発系と転換されつつあり、受注は、かつてほどの勢いはなくなっていた。そして、2010年後半になると貨物機としても B777 回の、 ような創発機の方に目が向けられることとなり、フレーターもだんだんと受注の勢いに衰えを見せるようになった。このように旅客、貨物の両部門においても4発機から創発機へダウンサイジングする風潮が強まっていったが、2020年に入ると同年に起きた新型コロナウイルス感染症の影響も相まって需要が低迷したことで世界の 各航空会社で B747 旅客型の退役が相次いで行われたように風潮はさらに加速することとなった。そして2020年7月、ボーイング社は2022年の最後の引き渡しをもって生産終了することを表明。予定通り行けば B747 は B の747から8を最後に生産終了となり、約半世紀の生産に終止符が打たれることとなる。同時に、ボーイング社で製造している民間機から4発エンジン機が姿を消すこととなる。またこの表明以降に、旅客型の受注がなければ、旅客型で引き渡しが始まり、貨物型で引き渡しが終了することとなる。 巨大航空機4機種の比較図ボーイング747から8は青色。赤色は、エアバス A380 から800黄色は、ヒューズ H-4 ハーキュリーズ緑色は、アン -225 ムリーヤを示している747から8の、コックピットボーイング747から400の機体をもとに、胴体を主翼の前後で、計5.7メートル延長して収容力を、 増大させる。主翼は翼端をオレエクドウィングジップに改良。エンジンもボーイング787で採用された、ゼネラルエレクトリック製ジェネックスを装備する。これらの改良によって、マイナス 8IC では3クラス467名を、乗せて 14,815km、マイナス8。 海回で140トンの貨物を積み8 2 7 5トルの航続距離を実現し、さらに将来の騒音、排気ガス規制に対応する。また、内装についても787の技術が適用され、同社の他の新世代の旅客機と見劣りしないデザインと装備を持った客室となる計画であるが、787のように湿気の影響を受けにくい新素材を、 多用していないことから、787の売りの一つで、ある、地上に近い客室の湿度維持は行われない。エアバス A380 への直接の対抗というよりは、キャバシティ的に777から 300ER と A380 の中間となる機体を目指している。ただし、改良が加えられるとはいえ、胴体はマイナス400型と、基本的に同一の構造である。 また、主翼面積も増加し10%程度大きくなっているが、離着陸速度、滑走路長等の設備面はマイナス400型が、発着可能な空港であれば、回収の必要はなく支障なく、運用可能とされている。主翼の設計が一新されたことにより、フライバイワイヤーが採用された。尾翼についてはマイナス400のものを使用しているので、フライバイワイヤーではない。 操縦方式はマイナス400と同様に、操縦輪方式でマイナス400型の整備や操縦等のライセンスを有しているのであれば、短い時間の移行訓練により容易に移行可能で、マイナス400系を保有する航空会社にとって好景気として考えるならば、ライバル機のエアバス A380 を導入するより、人件費等の処刑費軽減につながるメリットがある。 ボーイング777の長距離型でも見られたことだが、搭載エンジンの供給元が、ゼネラルエレクトリック一社に限定されている。これは、ボーイングと GE との利害が一致した結果であると、みなされている。すなわち、開発リスクを低減するために開発費をシェアする、相手を求めていたボーイングが、GE によるエンジンの独占供給を、交換条件に開発資金を出資させた。 というものである。GE がグループ内にリースなどの金融部門を持っているがためにできた方策である。2009年11月のロールアウトにより当時は世界最長の民間航空機となった。これまで民間航空部門ではエアバス A340 から600の75.3メートルが世界最長であったがその記録を塗り替える形となった。 しかし2019年3月13日、同社の新型総発機、ボーイング777から9がロールアウトしたことにより、世界最長の民間航空機は全長76.7メートルの同期となった。各種チェックのために、フランクフルトに飛来した RC-021 ルフトハンザドイツ航空で収益した。 B747 から8最新型のボーイング747から400も初就航から20年が経とうとしていることからポスト747として開発された。アッパーデッキは747から400よりさらに延長し3クラスで467席仕様となる予定。客席数増加にもかかわらず747から 400ER 比で 航続距離は延長され、燃費も改善し、騒音の影響も30%程度軽減される。インターコンチネンタルは、かつてボーイング707から320の、愛称としても使用されていた。先に、エアバス社が、この超大型機部門では、総2階建てで、標準座席仕様が525席の A380 を製造しているが、これに直接対抗するのが目的でなく、 あくまでボーイング車は A380 と B777 から 300ER やエアバス A340 から500、600クラスの中間を埋める450人級の機材として考えている。今までの747に比べて新たに胴体後方にスカイローフトが設定できるようになった。ここは旅客席の増席や個室、ラウンジ、ビジネスセンターなどで 利用可能としている。2005年11月15日に開発を正式に決定ししばらく貨物型のみの受注であったが、2006年12月6日に、ルフトハンザドイツ航空から20機の発注を受け、航空会社から旅客が手発の受注となった。2007年、最終コンフィギュレーションが決定。2006年12月の受注以降は、 新規受注は皆無だったが2009年12月、大韓航空より5機の受注を獲得する。大海航空は747から8の旅客、貨物量タイプを発注した初めての航空会社となった。2006年のルフトハンザドイツ航空以来の航空会社として2社目の受注となった。2011年3月7日には中国国際航空より5機の発注を受けた。実機が ロールアウトした後では初めての受注となった。と同時に前にエアバス A380 を発注していない航空会社からの初の受注となった。モロッコ政府専用機の747の8型機2011年6月の時点で航空会社からの発注は以上の3社である。航空会社3社などにより計33機の受注を獲得している。 747から400を運行している航空会社は多いにもかかわらず、かつてほど受注に勢いがない理由としては、搭載エンジンが常実のジェネックスに限られているため、元来ロールスロイス製のエンジンを中心に採用してきたブリティッシュエアウェイズやカンタス航空、キャセイパシフィック航空、シンガポール航空など、イギリス連邦系の航空会社が発注を見送っていることが挙げられる。 加えて、時代背景として、超大型機は747から401択で、あった頃に比べてさらに大型である、A380、やや小型の777から300と選択肢が増えていること、そして B777 や B787 などの双発機が大型化、高性能化したことで、航続距離の面からは747クラスの、 超大型機を必要としなくなったことが要因として挙げられる。事実、シンガポール航空は A380 の最初のオペレーターとなり、カンタス航空も A380 を導入した。またブリティッシュエアウェイズはボーイング747から400を2014年11月現在57機運用しており、 同系機の最大オペレーターであるが、そのマイナス400型機の後継とも言えるマイナス8、IC 型機ではなく、A380 を発注した。これには戦術の搭載エンジンの問題が絡んでいると言われる。他方で、かつては、世界最多のボーイング747を保有していた、日本航空は2011年3月、全日本空輸は2014年3月をもって、 ボーイング747から 400-400D を全機体液させたが、後継機としての位置づけは表明していない。同時に、両者ともエアバス A350XWB、ボーイング777やボーイング787を大量導入する等で4発機よりも総発機へ関心を向けていたが、後に、全日本空輸は、 成田ホノルル戦にて2019年5月24日より A380 を就航させた。戦術のように、ボーイング社は A380 と777から 300ER の中間機材と述べ A380 を発注している航空会社からも関心は得られると考えている。実際にローンチカスタマーとなったルフトハンザドイツ航空、さらに 大韓航空は共に A380 も発注しており、この点からボーイング社の考えは全く的を外していないことととれる。同社はもちろん747から400の後継機としての位置づけとして最適な機体とも考えており、先に A380 を発注していない中国国際航空からも早速受注を得ている。また2008年7月4日、 全日本空輸は社内で新機種選定委員会を立ち上げた。主に同社の将来の信頼型機の選定だが、エアバス A380 とともに導入検討候補の対象とされている。しかし2008年12月、同社は世界経済と経営状況の悪化を受け大型機の導入計画を一時凍結すると発表した。2011年11月現在、 ここから話は進展しておらず2008年9月末までに、公然にする予定であった信頼型機導入の話は、一旦、水面下に沈むことになった。同社は、委員会は継続しており、信頼型機選定については、その時期が来れば再考するとしているが、同社が2010年3月期に過去最大の赤字を、計上し政府からの融資を受けたこともあり、 凍結発表から4年が過ぎた2013年12月現在、その兆しは見られなかった。しばらく話の進展がなかったが2014年3月27日、同社は5機種の機材発注を同時決定した。その発注した5機種のうち、大型機として、既存の B777 から 300ER に、加え、B777 から QX が新たに加わることとなった。 2010年10月15日、胴体部分の結合が完了した。2011年2月13日、正式にロールアウトした。このロールアウトにより、23年ぶりに、旅客型747がリニューアルされることとなった。なお、この初号機には、これまでのボーイングブルーとは大きく異なり、赤橙色を主体としたサンライズの塗装が施された。このサンライズの塗装は、 初号機にのみ施される予定である。同年3月18日に地上走行テストを無事に終了し、同年3月20日には初飛行に成功した。引き渡しは2011年第4四半期となる予定としており、ビジネスジェット運航会社に初めて引き渡されることとなっている。ここで初めて引き渡される機体は蒸気のサンライズの塗装を施した初号機となる。 2011年のパリエアショー初日に新たに下記の航空会社を含めた2社から計17機の受注を獲得した。実機を展示したイベントで初の受注となった。その後、ナイジェリアのアーリクエアから10月6日に確定2機の受注を、また、ロシアのトランスアイル航空からも4機の受注を得ていたが、全社は B787 から9へ発注を変更した。 ことによりキャンセルされ、後者は2015年10月の経営破綻に伴って導入されることがなかった。2012年2月28日、最初の納入先となるビジネスジェット運航会社に初めて引き渡された。2012年4月25日、ルフトハンザードイツ航空に定期運行会社向けとして初めてとなる機体が引き渡された。同年5月1日には、 同航空会社のハブ空港であるフランクフルトに向けて出発し5月2日にフランクフルトに到着した。歴史的な初就航路線はフランクフルトワシントンで2012年6月1日に初就航した。同年夏にはロサンゼルスシカゴ版ガロールデリーにも順次就航した。2014年6月28日、ルフトハンザドイツ航空向けの機体が引き渡されたことで ボーイング747が量産1500機を達成した。これにより民間の大型4八機の量産数としてさらに記録更新となった。ワンワールドの加盟会社で唯一導入していない機種である。発注航空会社クウェート政府専用機のボーイング747-8などボーイング747から8回、貨物機としてのボーイング四十七型は 世界の航空貨物のおよそ半分を輸送しているほどポピュラーな存在である。この独占状態を維持するため、ボーイングでは747から8の派生タイプとして747から8フレイター、もしくは747から8回と呼ぶ貨物機型を開発した。貨物機型は旅客機型より先に就航し、日本国内に席を置く航空会社では 貨物航空業大手の日本貨物航空が確定発注し、2013年頃から新造機を受領し、世界各国への定期国際路線で運航を開始している。外観上は747から400回同様、アッパーデッキが旅客機タイプより短い。最大で陸重量は440トンで、最大ペイロードは140トン。747から8回は、 現行の747から400アーフに比べて、ペイロードは増加したが航続距離はわずかに減少した。これはボーイングがマイナス400アーフを発表した際、ベースモデルの747から400回に比べて、マトーが16トンほど増加したが最大ペイロードは据え置かれた。つまり、マトーの増加は搭載燃料に振り向けられ、航続距離は伸びたが、 貨物の搭載重量は変わらなかった。しかし、カーゴルックス航空のような機械類や分解できない大型貨物の輸送を頻繁に行うユーザーにとっては大きなペイロードと着陸能力を持つ機材を必要とし、貨物を可能な限り搭載したい。このため、747から8回では6万ポンドのマト増加をそのまま無燃料重量の増加に振り向けられている。 なお、747から8回の最大ペイロード状態における搭載可能な燃料量は全タンク容量の半分程度である。したがって、貨物重量をマイナス400アーフと同等々程度とした場合には、その重量差分の燃料を搭載できるので、航続距離はマイナス400アーフより大きいものとなる。運行規制の重要な指標となる二酸化炭素。 排出量については747クラシック、貨物型を100とした場合、60以下であり、同社の総発貨物機777回型機の70を下回っていることで、総発機よりも低騒音でエコロジーかつエコノミーな貨物機である。2008年8月18日、ボーイングより、日本の国土交通省へ747の8回に、対する形式証明の申請があり、 2012年6月27日、国土交通省航空局において所要の審査が終了し、国土交通省航空局安全部長より、ボーイングジャパン社長、マイケルデントンに対して、形式証明書の交付を行った。貨物機としての利点調型機としてライバルである、エアバス社の A380 の方が、受注状況から判断して優れているように見えるが、これは旅客型に対して、 のみのことである。貨物型では A380 から800回が一旦受けた受注をすべてキャンセルされて開発は中断されており747から8の方がリードしている。この第一の理由は A380 計画全体の遅れによるマイナス 800F の開発遅延である。B747 から8回の実際の運用における利点としては 貨物を搭載する際、機体の形状が A380 より有利であることが言及されている。貨物航空会社だけでなく、A380 旅客型を発注している、航空会社からも指示を得ている。このことから747の活躍の場はかつてに、比べると狭まりつつあるが、決して不要というわけではない。むしろ民間大型貨物機部門ではこれに対抗する。 他社の新型機は存在しないため、ボーイング社の独占状となる可能性が高い。このように旅客型は、苦戦をしているが、貨物型はローンチからそれなりの受注数を得ており、好調である。ボーイング747は、もともとロッキード社と大型軍用貨物機の競合入札で、ロッキード案が採用されて廃退した結果、開発資源を民間機へ転用した形式であり、 また超音速旅客機の実用化後は、貨物機に転用する計画であった。当初の思惑と異なるが、半世紀近くの長い月日を経て、ようやく本来の役割を得られたとも取れる。2008年3月6日、ボーイング社は設計が50%完了したと発表した。2009年11月18日に、機体への塗装が完了し初号機が完成した。 2010年2月6日、地上走行テストを無事に終了し、同年2月8日には初飛行に成功した。2011年3月の時点で航空会社9社より計80機の受注を獲得している。初号機の受領開始後2011年9月19日に、ローンチカスタマーカーゴルックス航空向けの初号機が納入される予定となっていた。当日は、 シアトル近郊のボーイングのエバレット工場で納入式典が行われ、同期を受領する予定だった。ところが、ボーイング社とカーゴルックス航空の間での契約において、諸問題が発生した。このことで、納入式典は中止となり、カーゴルックス航空関係者は、会場から引き上げ、初号機の受領を拒否した。さらに、同月十一日には、二号機が引き渡される。 予定であったが、同期も受領を拒否した。この受領拒否に対する策として、カーアン・コルックス航空は他の機体を使う準備を進めている。加えて2006年9月に12機を発注していたアトラス航空も最初の3機の納入を拒否した。一方で残る9機について、予定としてアトラス航空は3機を2011年に、4機を2012年、2機を2013年に、 受領するように変更された。その後、前期のカーアンポルックス航空向けの最初の2期に関する契約紛争は解決された。10月6、7日に取締役会が開催され、12機を発注しているジェマイナス2 b を搭載する機体の最初の2期の受領が確認された。9月16日にデリバリー直前でカーアンポルックス航空が 最初の2期を拒否してからおよそ1ヶ月が経ったが、カーン・コルックス航空は取締役会の承認を経て、10月12日にローンチカスタマーとして世界で初めて同景気を受領することとなった。キャセーパシフィック航空 B リエ、カタール航空 A7BGB2011 年11月1日、キャセーパシフィック航空はアジア発の747の8回を受領。 その翌日には、アトラス航空にもブリティッシュエアウェイズ塗装の747から8回を受領した。日本の航空会社では、航空貨物業大手の日本貨物航空が747の8回を、これまで主力機材として運航していた747から400回の後継機材として、ボーイング社に14機確定発注したが、2015年に4機をキャンセル。 2017年にはさらに2機をキャンセルした。NCA では、心臓747から8回を順次受領し、以前の主力機747400回と、世代交代を進めつつ、自社運行の各路線に投入している。発注航空会社日本貨物航空の747の8回が多機2005年には貨物型マイナス8。 F のみが受注数を伸ばす状況だったが、2006年12月に、ルフトハンザドイツ航空から民間航空会社として初めてとなる旅客型マイナス 8i の20機受注が得られた。航空会社による旅客型マイナス 8iC の初受注後、再び受注があったが、いずれも貨物型マイナス8回であり、ルフトハンザドイツ航空に続く旅客型マイナス 8i の受注は、 しばらくなかった。しかし2009年12月、大韓航空から2社目の航空会社として、旅客型マイナス 8i の受注が得られた。さらに2011年3月には、中国国際航空からも、旅客型マイナス 8i のロールアウト後では、初めてとなる同型の受注が得られた。 2015年1月にはアメリカ空軍国防総省が B747 から8発の軍用型として2021年頃に退役予定の大統領専用機エアフォースワンの大体に B747 から8を3機発注することを決めた。しかし2017年に大統領に就任したドナルド・トランプの方針によりうち2機は 新古機の回収で賄われることになり、心臓は一機のみとなった。日本では2018年7月現在、旅客型マイナス 8i を発注している航空会社はなく、マイナス400を使ってきた日本国政府専用機も B777 から 300ER が代替機として選ばれている。しかし、貨物型マイナス8回で日本貨物航空から受注を得ており、 初号機は2012年7月25日に受領。3日後の7月28日に拠点となる成田国際空港に到着した。2019年3月時点では日本貨物航空のマイナス8回が商業運航用としては唯一の日本籍のボーイング747となっている。 大会航空は B747 から 8I と B747 から8回を世界で初めて同時に購入した航空会社である。2012年2月には B747 から8回と B777 回を世界で初めて同時に保有・運行する航空会社となった。エアバス A380。ありがとうございます。